非常に分かりやすくて、実習の内容も非常に充実しておりまして、なんか新たな発見がいろいろあって、まだまだやらなきゃいけないことが多いなって思いました。大好きな沿道に2日間どっぷり浸れてとても幸せでした。審査診断と全部こういった症状はないはずなんですよ。でこういった症状があるんだったらそれはバイタルですよ。その最初のモチベーションというんですかね、それがスッチ入った感じが、初日はありました。ガッタバーチャーがあんなに簡単に除去できるのかということと、それからあのレッジ、広いレッジ形成されている根幹に、いかに簡単にアクセスさせる、方法があるのかということが、大変印象深かったです。破折器具の除去ですね。破折器具を取ることだけでもやっぱりそのエビデンスがあって、ちゃんとそこの中での審査診断が必要なんだなっていうのは思いました。寺内先生の、すごく体力を惜しまない熱いトーク、ずっとずっとエンドレスで続く。寺内先生のその何でしょうね、そのパワーっていうか、それを、いただいて有意義な2日間になりました。効率的な、根幹治療というのが、よく分かって大変感謝しております。